さあ、皆さん、こんにちは、ノットでございます。ということで、今回ですけど、こちらの A ゲームをやっていこうかな、というふうに思います。たまごっちのピカピカ大統領ということで、たまごっちの Wii のゲームでございます。なんかね、気になってたんですよね。なんか、Wii の、なんか中古の欄見てたら、たまごっちのゲームがあって、で、まあ、気になって購入してみたんですよ。まあ、それがなんでかっていうと、なんか DS のゲームをね、大昔にやったことがあって、で、それで、それが面白かったんで、で、Wii のがあるというのを見て、ちょっとね、買ってみました。どういう風な感じなのかわかんないんですけども、DS みたいな感じなのかどうなのか、さっぱりわかりませんけども、やっていこうかなと、いう風に思います。これは何？これなんかもう始まってんのこれ。ピカピカ大統領を決める大選挙、みんな張り切って立候補してほしいナビ。何これ？あ、なんか勝手に始まったと思ったら。何やってんあれ。え、どれから選んでほしいナビ？ボードゲームって何？ボードゲームでいっか。ボードゲームなのこれ。どこから、遊び方見る？まずは遊び方見ないと始まんないでしょ。大統領になろう。なんだこれ。ロード中。ピカピカ大統領選挙へようこそナビ。僕ナビオッチと私ナビコッチがこれから案内するナビよ。めちゃくちゃなんか動物の森感あるけど、一番の人気者が大統領になれるってみんな知ってるナビ？人気者は人気ポイントというポイントがもらえるナビよ。大統領になるためにこの人気ポイントを集めるナビね。ミニゲームやイベントマスでたくさん人気ポイントをゲットナビ。ゲームが終わるまでに人気ポイントを一番たくさん集めたら、一番の人気者を大統領になれちゃうわけナビ。あれで、もしかしてもっと簡単に人気者になりたいナビか？人気ポイントを集めるならお金をうまく使うナビよ。たまごっち制ではお金のことをごっちポイントっていうナビ。人気者大事だけど選挙にはお金もたくさん必要ナビ。ごっちポイントを使うと人気が上がりやすくなるのナビね。ごっちポイントは溜まったらバンバン使っちゃうのがコツナビよ。つまりごっちポイントを使えば大統領へ近道ナビ。ごっちポイントはごっちゲームをうまくクリアしてゲットナビね。ほい、いかがナビ？大統領になれそうナビかな？ゲームの最後に人気ポイントを一番多く持っている人が大統領になれるってわけナビ？超簡単ナビね。さあ、誰よりも人気者になって大統領になるナビよ。なるほど。大まかな説明わかったわ。なるほどね。お金はとにかく大量に持って、それをじゃんじゃん使いまくって人気者になればいいと。ポイントが高ければ1位ってことね。スゴロクゲームなんだ。なんか、人生ゲームとかなんかそういう経過ってか、普通になんかマリオパーティーとか、そういった感じかな。どんなマスがあるの？ちょっとこれは見ないでおこうか。見ないでやった方がなんか楽しいような気がするわ。さあ、始めから行こうか。どこから遊び、初めから。ナビナビ。たまごっちはね、めちゃくちゃ知ってるわけじゃないんだよね。その、DS のゲームをなんか、ちょっとやったぐらいで、実際にこの何、その、携帯機で持ってたわけじゃないから、たまごっちを。まあ、どうだろう。まあ、流行ってたのは流行ってたかもしれないけど、一人で。何しよう。めっちゃ可愛いけどね。たまごっち、この何？口パッチだっけ？は、まあ有名だよな。これ豆っち、これが豆っちか。まあ、この4体がまあ主役？なんか俺のイメージはこの3体なんだけど。
このピンク色のこの子は何？この子にしよっかな、ピンク色だから。え？同じのも無理？いやもうでも、なんでもいいんだけど、ちょっと普通でいいよな。全員さ、メメッチ。マメッチ。え、投票日の回数。え？ 1 時間30分かかるよ。意味がわからない。こな投票日の回数50回。25時間 1日がかり。まあでも2回にしとく？とりあえずな。順番を変える？まあお任せで。まあ俺が一番ってのはつまんないでしょ。え？なんか順番変わったように見えるこれ。ちゃんとなんか選んだ順じゃないこれ。まあいいや。ゲーム始める。はい。おー、すごろくゲームだな、これは。ちょ、人気者になって大統領になろう。まあ、この家は金で回ってるから、パッチの森。いやー、たまごっち知ってたら、こういうなんで場所もで興奮できるんだろうな。もう全然わからん。あはは。なんの知識もないわ。ここで突然ですが、ニュースをお伝えするナビ。でも、たまごっちもなんか、年を取るんだよね。だから、じじっちとかばばっちみたいになって、寿命で亡くなったりとかなんかいろいろあるみたいだね。お世話しなかったら、それだけでも、チーンってなるらしいけど、詳しいことは知らん。豆シティのタウンスポット、豆豆研究所で、候補者演説会が、開催される予定ナビ。この街の真ん中あたりにある2つのびっくりマスは、豆バスの通り道ナビ。どっちのマスに止まっても豆バスに乗せられて、反対側の道へ連れて行かれちゃうナビ。ああ、なるほど。要は、左側に行きたいとき、うまいこと止まれば、まあ、なんか短縮できるわけだ。豆バスに乗ってもスポットマスまでの距離は同じだから焦らず進むナビ。ああ、一緒か。なんかこうちょっと速くなるとかそういうのはないんだ。冠マークのある方向がタウンスポットへの近道ナビ。候補者の皆さんは人気者になるチャンス。頑張って演説開催地のタウンスポットへ向かうナビ。なんだろう、桃鉄みたいな感じなんかな。桃鉄もあんまやったことないんだけど。マップ。選挙手帳。ちょっと 3D チックなのいいね。しかもこれね、なんかこの選挙手帳もなんかさ、昔、なんかプロフィールみたいな感じでさ、なんか書くやつはなかった。自分の特技、趣味とかさ。なんか書かされた記憶あるわ。ステータス。何？ステータスって。ああ、これか。候補。クラワッチ候補ね。で、なんか王冠みたいな0個で、お金がまだ100しかないと。100円ね。発送結果。うん。よし。こっから俺が1番になる。サイコロ振る。A を押したまま、ウィニムコンを振ってね。ほい。お、なるほど。飛行班でね。なんか可愛いな。お、6！ 対策いいね。え、豆シティの方にあるってことだよね。あ、どっちから行ってもいいよーっていうやつな。え、待って。お、1、2、3、4。え、ちょっとマップ見てえな、これ。まあ、右、俺左利きだから左利きで左から行こうかな。ああ。ははははは。あ、なるほど。ちゃんと、この子視点で移動するんだ。なんか、上空から見るわけじゃないんだね。この子めっちゃ可愛くない？ふわっち。街で喧嘩してる人、いる人を見つけた。頑張って止めに入ったよ。仲直りしてくれたみたい。やったね。人気が50ポイント上がったよ。おー、なんか子供たちっぽかったもんな。オッケー。
まあ、止められたのよ。よかったね、喧嘩。このサイコロマジ可愛いんだけど。なんでお前も6やねん。こっち来んなよ、お前。右行け、右。お前、同じマス止まんなや。何スロットチャンスって。いやあ、なんだこら。マリオパーティー。おお、お金あげるらしい。マジで。俺のファンなのか。イベントマス。え、スロットマシーンなんだったの？幼稚園で遊んでいる子供の面倒を見てあげたよ。先生が喜んでくれたよ。よかったね。人気が40ポイント上がったよ。ええー。やっぱ政治とかさ、なんか難しい話はさ、子供によくわかんないけどさ、子供に密着してあげる方がさ、なんか、投票してくれそうじゃない？ 2 はでもかわいそうだな。あはは、慌て。この子マジでかわいいな。ミニゲームマス。みんなかわいいんだけどさ。このダルマも、え、なにこれ？一人で、お前、楽しんでんじゃねえぞ。何、空き缶？こういうミニゲームもあるんだ。なんか、ウサギみたいなやつもいるじゃん。これ、子供みたいな。あと、それそれさ、これなんか、四角い鶏みたいな。これ、子供なのかな？なんか、豆っちのパチモンみたいなやつもいるけど。え、なにこのピーマンみたいな？リンゴかあれ？まあ、いや、なるほどね。町掃除ね。掃除して貢献ね。好感度アップや。え、なにこれ？え？ 60 ポイント？ミニゲームやり得か？え、今、ダントツに1位じゃない？二マスごときで何やってくれてんねん、お前。なんでこれかわいい。いや、お前6って。あ、右行け、右。オッケーオッケーオッケー、わかっとるやん、お前。違うのちょっと見てみたいよ。これコンピューターだけがやるミニゲームを見とかんとやかんの、これ。え、なにこれがあれなの？この右に、ミニゲーム、ああ、ごめん。飛ばせたみたい。あ、確定で60ポイントが、多分これ、強いとかだったらもう、問答無用で、全部回収して、100ポイントとかつくんじゃない？普通だからここで収めてくれてるみたいだけど。すごい目がなんか右左、右左いってるな。投票日があと6日ね。サイコロ振る。あの、先にいるあれ何あの、棒人間みたいな。棒人間の白みたいな。3マス。あ、これ戻れんのか。いや、お金欲しくない？普通に。あ、普通にお金欲しくない？これ何この棒人間。え、ゴッチゲームマス。狙ってシュート。十字ボタンを押してね。あ、なるほど。ラウンドワン。マジ、うん。あ、ナイス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 。ラウンド2。クイックゲームだ。オッケー、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 オッケー。いやー、これは右でしょ。あー、取られた。左行けやかったか。なるほど。まあ、でもお金大事だから。お金でなんとかなるんだよ。すべてが。オッケー。サイコロの目もあれだな、飛ばせんな。友達に会った。こいつ友達なの。マメシティのバス停たまごっち、バス停イッチに会ったよ。おや？あれれれ？あ、あれ連れてかれるんじゃなかったっけ？あ、そうだ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 。なるほどね。え？なんか、マメッチみたいなやつのぐるぐるメガネ野郎がいた。あそこにいるの何？いや、行かねえかな。あれ誰なんか気になるわ。スロットチャンス、来た、スロットチャンス。
あ、なるほど。同じマスに止まったらこれがあるんだ。うわー、なんか止まったやつが損してるな。で、上げる金額はランダムなのか？なるほど。同じマスに止まって、相手からお金奪うもよし、みたいな。目押しもできたら、最高だね。あ、なんか演説だ。いや、ちょっとさ、お前さ、楽しむなよ、お前だけよ、ミニゲームをよ。マジなんか、選挙してるって感じするよね、こんなんされたら。俺なんて、喧嘩の仲裁して、お金をゲットするためにミニゲームちょっとやったぐらいだぜ。こんなんでさ、誰が投票してくれんの？この周りにいるやつも可愛いんだよな。やべえ、やべえ、60ポイントくっそ、だいぶ差が。ちょっと俺もミニゲームやりてえ。120で90。ダントツだ。ほら、俺が止められるみたい。あ、待て。マメッチとこのオレンジのやつ交換しただけじゃねえか、お前。あー、なるほど。スロットね。え、これさ、止まったやつがなんか上げるシステムになってる、これ。さっきからさ、なんかそれ、その法則働いてるよね。友達に会った。はい。これまたこの反対側連れてかれんだね。なんでバス停のお前がさ、なんかこう、追われるみたいな感じになっちゃってんの、これ。なんかよくわかんねえな。サイコローフル。コンピューターのターンはもうほとんどスキップでいいよな、ミニゲームでもな。あ、待て、ハテナマスだ。まあ、近いからいいや。このマス、うん。ちゃんとちょうどで止まんないといけないのかな、イベントマス来た。ちょっと俺もミニゲームやりてえな。お、ピンク色の豆っち。豆ミュージアムの入場料を、100円払って、賢い豆族の歴史を勉強しよう。豆族の歴史、とっても勉強になったね。今度はお友達と一緒にここに来たいね。お金払うって、こういうなんかイベントシーンで払うってことか。え、何も起きなかったんだけど。端末。イベントマス。え、何もなんか好感度が上がるとかないんだ。ライブラリー図書館か、これ。ここで借りたい本の場所を建物に聞いてみよう。賢い人だねって褒めてくれたよ。人気者60分でなんで？いや、お前さ、俺さ、100円も払ってさ、なんか、歴史学びに行ったのに何も得られなかったんだけど。先行投資してさ、後からなんかあるパターンかな。いや、わかんねえ。何もくれなかったもんな。あ、なんだ、犬？犬に追いかけられたよ。怖い。今いるマスから6マス進んで逃げよう。え？そういうなんかプラスマスみたいな、あるの？えぐ？そんなマスあんの？公園が汚れていたからお掃除したよ。周りにいた人に褒められた。人気が30上がったよ。え、口パッチ一強みたいな、口パッチ一強時代始まってる、もしかして。結局このポイントが多いやつが大統領になるわけでしょ。まずいんじゃねえ、俺。普通に。普通にまずい件について。いや、マジで俺のイベント何だったんだろう。80円払って、ナンバーワンタワーホテルの、ん？最近頑張りすぎだから、ここで1日休憩しようね。え？次のターン休みってこと？いや、なんかそういうなんか、ターンを無駄にするだけのマスとかもあんのが、お金しかも払って。50ポイント50ゴールド。いや、これ、あ、でも、スロットマシンいけるな。ちょ、俺やってみたいわ、それ。
ネオシいけんのか。気になるよね。何せやっぱ好感度も上げないと。ちょっとチャンス。ちょ。ここはまあ簡単だな。ここも簡単だな。なるほど。バーカー何しとんねん。いやー、意外に難しかったな。いや、ピンクがすごい並んでたとき。なんか、マメッチが上げる、やつ、結構なんか連続来てたときに抑えよかったのに。紅白ドリル合戦でナンバーワン。みんなの拍手が鳴りやまない。人気が80ポイント上がってる。お、お!いや、こういうのだよ、イベント進出。お金めっちゃ40もた、ちょっと。お前10ゴールドで何が買えんねん。うまい棒買えるか買えないかじゃないの。まあ、そんなんで選挙やろうってのが。あれ?危ねえ、あれ?ゴールしそうになったこれ。あ、ああ、これな。ちょっとしたミニゲーム。え ?80 ゴールド?うますぎ?うますぎんじゃないか、それは。1。ああ、イベントます。でもこれ、みんなそれぞれ違うからさ、決まって、あ、ババッチジジッチちゃん。お年寄りの集まりに混じって楽しく遊んだよ。お年寄りも喜んでくれたみたい。よかったね。人気が50ポイント上がったよ。え、お小遣い。ええー。さ、ジジイは子供に弱いよな。ジジババはね。あ、これもう、あ、いいか、ほんまに一回休みなんかい。お金払ってそれは、あ、発生すぎるな。しかも自分で選んでいるわけじゃねえからよ。なおのこと、うわ、近いのにさ、あと1マスなのにさ、ふざけてるじゃん、さすがに。イベントマス?ん?あ、子供だ。道に迷ってる人を親切に案内してあげたよ。すごく喜んでくれたらよかったね。人気が50ポイント上がったよ。オッケーオッケー。俺も着実にポイント上げてってるわ。でも、さ、口バッチには遠く及ばないか。いや、お前、1、な、これもう、ゴールってことこれ。ちょうどゴールしないといけないの。あ!ちょうどゴールだ。スロットチャンスめちゃくちゃ起こりやすいね、これ。いやいや、なんだこれ、もうほんまこの法則何?止まった人が上げる仕組み何これ。でも止まってるやつが押せるんだから、ほんと止まってる、止まったやつが有利なはずなんだよ。え?あ、なるほど。えぐ?俺は運よくホテルじゃなかったんだ。なるほど、ホテル街だからか。なるほど、この建物の前のイベントシーンのことが起きるってことか。わかんねえけど。いや、お前ら3人で仲良く何やってんねん。俺だけのけ者にしやがって。え、これ2人にゲットチャンスいくの?あ、あ、なるほど。あの、マメッチマジで何もあってねえの173ゴール集めてる。無敵すぎん。あ、あー、なるほど。俺もやったやつだ。交互にやんのかな?俺がもしあそこに泊まったとしたら、多分一回休みなんだ。ビビるね。あ、4だからま、あの、超えちゃうね、これは。逃げます。いや、俺もそれやりてんだけどな。ゴミ拾いでも何でもしますよ。何これ?あー、なんだ、建物はどっちみたいな。ああ、なるほど。通行人が行きたい方向に示してあげるんだ。あ、そういう、ペイント的な、いや、それは違うんじゃない?
それは違うんじゃない？それは違うんじゃない？なるほど、どん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 速くなってくんだ。直前に決めないやつもいるんだな。終了。でも、なんだろう。グラフィックが完成されてない。Wii で。これスイッチでもし出るんだったらもう、めちゃくちゃ綺麗な、めちゃめちゃ綺麗なたまごっちたちがさ。いやもうこの時点でも完成されてんだよ、グラフィックが。かわいい。もうこのままでいてくれって感じ。これ運よく1出ねえかな。無理かな。1がなんか帽子みたいになってんだよ。5。あ、止まる場所こうやって見れるのか。いやさあ、これ俺もミニゲーム行きたくない？初めてのミニゲーム行こうぜ。あ、このマス行こう。ミニゲームやりたいわ。ちょっと俺も稼働しないと。やっぱ、地域密着って感じで、いろんな人に貢献してきたけど、やっぱ、ミニゲームもしたいよ。遊びも欲しい。びっくりマークが出たウィーリモコンを横に振ってね。振ってる間は車は進まないよ。何これ。フリフリアピール。街のみんなに手を振ってたくさん応援してもらおう。あ、なるほど。演説みたいな感じか。こういうこと？これだ。なるほど。お手本。お手本って何？スタート。あ、違う違う違う。止まって。人が来てからだ。人が来てからじゃないと振っちゃいけない。いや、清き一票ね、清き一票ね。いい街づくりをね、していきたいと思いますんでね。ぜひ私に入れてほしいですね。はい。お金いっぱい、お金いっぱいあげますんでね。はい。僕に入れてくれたら お金なんとかしますんでね。はい。とりあえず、俺に一票入れとけや。うん。なるほど。寝てるやつとか、なんか一瞬で過ぎていくようなやつもいるってことか。ちょっと最初間違えたな。何もないとこで手振るの、よくねえんだ。あ、だいぶ稼働したぞ。お、270。え、これもう一番じゃない？ミニゲームが一番、ポイント稼げるな。オッケー。投票まで？ホテルなんかで休んでっからや、お前。しかも金払ってっていうのが一番最低なんだよね。何もなくだったらね、まあ。許容範囲かっていう。いや、マジでバチバチすんだよ、それね。ちょっと違うの見たいよね。ちゃんともらう側になってほしいね。あ、そっか、NP も。あのさ、マメッチ何の努力もしてねえのにさ。すべてが手に入ってくんだけど。やっぱ、たまごっちの顔だからかな。看板モンスターだから。あ、これはさ、飛ばしたいよね。確定で60なんかな。いや、ちょっと上がってるな。いや、でもミニゲームめっちゃもらえるからな。ミニゲームしたいな。ちょうどよく止まれないならミニゲームで、あ、お金も欲しいからお金ますでもいいんだけど。それがスロットチャンスでちょっと。ね。ちょっとかっさらいたいところもあるな。こっち。フィニッシュ。いや、マメッチ、ポイントもそれなりにあってお金もあるからな。選挙速報、明日はいよいよ選挙投票日。人気を集めて当選するのはどの候補者ナビ？最終的にポイント、いや、だから演説したら、演説できたら、一気に、このポイントが増えんだよな。読んでいける。1か。いや、なんか上行ったらホテル泊まりそうじゃない？俺もあえて下行くわ。あー、下行こう。まあ、ホテルなんて行ってる暇ねえから。あ、お財布だ。
お財布を拾った絵を落とした人に届けたら、お礼として1ゴールドもらったよ。やったね。なんかあれなんだよね、確かこの落とした1割はもらえるってことなんだよね。落とした1割落とした1割はもらえるってことや。マジか。10円ぐらいってこと。じゃあ10円しか持ってなかった。あの財布の中10円しか入ってなかった説あるな。まあ、気持ちだからね。いや、もう豆っちがもうえぐいよ、えぐい。どっちゲームマス。俺じゃないやつのやつ見てもしゃあないんで。もう完全飛ばす。なんかサッカーのあれ以外にもあるみたいだね。これ誰も演説できなかった感じかな。友達に会った。あ、そのメガネぐるぐるは豆族で一番頭のいい天才っちに会ったよ。君はまだまだ勉強が足りませんね。たくさん勉強しないと後で困りますよ。天才っちに叱られちゃったよ。町のみんなもなんだか疑い始めてるみたい。人気が70ポイント下がったよ。次は褒めてもらおうね。かわいそう。お前、薬病神じゃん。賢さ上げるとかどうやってやんの？イベントシーンだってさ、ランダムだからね。さっき、みんなに内緒でおやつを食べたよ。おやつ代50ゴールド払ったよ。無駄遣いはやめよう。いや、お前誰の金でお前払っとんのそれ。あ、なんか来た。投票日、あ、投票日、あ、なるほど。みんなね、私に清き一票にお願いしますね。選挙速報。今日は待ちに待った投票日。たまごっち製のみんなが選挙だるまっちに大集合ナビ。誰が当選するかとっても楽しみだみね。さて、早くも結果が出たみたいナビ、出たみたいナビよ。見事に当選したのはこの候補者ナビ。え、フラワッチ候補。え、俺？おめでとうナビ。フラワッチ候補には当選した証として、メガネ大臣のエンブレムが贈られるナビよ。お、フラワッチ候補、おめでとうナビ。え、なんで俺当選したんだ？第2回1日目。なるほど。これ50、7日を1回になってるんだ。これ50回だったら350日ってことか。えぐいな。なんで50回もあんねん。4。いや、バトリてえけど、普通にミニゲームして稼いだ方がいいような気がすんな。ああ。でも、このイベントシーンはマイナスでもあるからな。あんまり寄りたくないわ。プラスのこともあればマイナスのこともあるから。イリモコンを横に振ると旗の向きが、ああ、道案内か。マメッチやってたやつだ。オッケー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 。これ、俺が向いてる方向でいいんだよね。これ今、右ってことだよね。こっち。こっちだよ。早めに、あれしてね。オッケー。こっちね。こっちだ。オッケー。意外にやってみると難しいっていう。パターンがいいよ、いい。そのフェイントやめて。突然行きたいところ変えるのは良くないじゃん、ざますよ、これね。こっちね。オッケー。はい、こっちね。こっち？こっちね。オッケー。こっちね。はい。オッケー。完璧じゃん。大人気。え、何あの、後ろのあれ。引っ張ってく人みたいな。人力車みたいな。人力の人みたいないる。さすが俺、候補に当選しただけの、逸材なだけあるわ。オッケー。この辺、転々しておけばいいでしょう。2。あの財布なんだろう、銀行かな。預けられるよか、増えるのか、どっちなんだろう。
マメミュージアムの入場料を、なるほど、これを通ってれば、あの豆族の天才地だっけ、あれに爆発にされなくなるのかな。そんな感じすんな。ここで賢さ積んでけ、なるほど。お金払う意味もあるんだな。天才地に、認めてもらうと、より多く、多分、ポイントもらえるんじゃないかな。あ、お前も財布を。あ、子供だからな。でも俺の位置より高いんだから、お前喜べ。11。圧倒的だよね、お金はね。ミニゲームマス。まあ、ミニゲームマスが一番安定して、ポイント貯められるからな。これ何？いや、これは見やんとこうぜ。お手本。花を咲かせようってこと。これはちょっと俺のターンの時みたいな。オッケーオッケーオッケー。いや、普通でよかった。こいつが強かったらもう、足元にも及ばんだろうな。手も足も、頭も顔も、首も、ケツも出ねえわ。にしてもこの子可愛いね。投票日。多分早くこれゴールしないと、選挙できる場所がないんだろうな。6。あ、なんか財布マスある。ちょっと気になるが行ってみるか。あ、こっちからでもいいのか。じゃあ、こっち。違うな。あ、俺こっちだからこっちか。あ、どっち行くかか。これ何？このマス何なの？気になるか言ってみよう。お金が増えるんだったらいいけど、貯金かな？あ、ショップか。何も買えねえわ、これ。いらっしゃいませ。どのパーツをお買い求めですか？買える。買えるわけねえんだが。冷やかししたとか言ってさ、ならん。大丈夫。ありがとうございました。また来てくださいね。え、超絶無駄なターンだったんだけど。なるほど。これショップマークってことね。誰がこれ演説にたどり着けんだろう。一生ぐるぐる回ってんだよな。うんち集め。めちゃくちゃやりてえ。いや、これお金貯めねえとマジで何のあれもないのか。あ！行きやがった。スポットマス。演説がするんだよね。ここで突然ですが、ニュースをお伝えするナビ。クチバチ候補がマメシティのタウンスポット、マメマメ研究所に一番乗り。町の偉い人からお祝いに200ゴールド送られたナビよ。おめでとうナビ。さらにさらに、クチバッチ候補の演説ね。町のみんなは大喜び。人気が、バカかよ。お前、それ一回で500を、お前、それは。もう無敵の人になっちゃったんだけど。ここで突然ですが、ニュースをお伝えするナビ。ゴザル村のタウンスポットゴザル城で、候補者演説会が開催される予定ナビ。このびっくりマスに止まると暗号が聞かれるナビ。暗号はこの6つの暗号マスでゲットするナビよ。3つの暗号が揃っていればスポットマスへの近道。選挙手帳でゲットした暗号のヒントを見ながら暗号を集めると確実ナビ。冠マークのある方向がタウンスポットのへの近道ナビ。候補者の皆さんは人気者になるチャンス。頑張って演説開催地のターンを。なんかめんどくせえ場所にタウンスポットあるしさ。演説の力偉大すぎるなあ、これね。
もう圧倒的差つけられたからさ、これ。無理やろ。どないせってね。まあ、お手本はまあいいとして。まあ、ちょっと俺もこれやりたいな。まあ、ちょっと動揺してるわ、これ。活動結果もあまりにも悪い。40ポイント。フルで100だからな。そう思ったら、なかなか稼働してないな。まあ、豆っちはね、自分の力っていうかね、もう人から与えられてる力だから。まあまあまあ、そんなもんでしょうっていう。に。いや、どうしよう。もう俺金欲しいな。まあでも下に近づいていかないと話になんねえか。これで一旦休憩とかじゃない限りはいいでしょ。お金はないから、そもそもホテル泊まんねえし、泊まれねえしな。あ、また喧嘩か。もうやめなさい、これ。普通にこれ。いや、堅実にね。着実にね。まあ、意外に俺も420あるから。420。いや、だから絶対これも売店行ったの悪いって。2ゲームして普通にポイント稼いでた方がよかったな、これな。まだ、お前どんだけ賢くなんねん。やーべえ。豆っちのこの、天才っちにも、合わないんじゃないかな。最強来た、最強。724。出る目も最強。出すときは出すし。1出したら次6かよ。あー。賢い人だねって褒められた。やっぱそこら中にやっぱなんかその賢くなる要素のイベントシーンはあるんだな。建物の前のイベントシーンもなんかもう固定なのかな。あははははは。あんまりいい意味ないやつな。バスに食われんだよな。まだ俺経験したことないけど。いや、俺も投票日、いけるこれ。ござる村でさ、たどり着かんでしょこれ。いくらなんでも無理やんね、これね。暗号を解かないといけないとか言ってるし。まずこの、豆タウンから、行かないとね。スイツスイスイ。ああ、どれか、なるほど。そういう系なら、いけるな。ラウンド3、多分多かったと思う。ラウンド4、スプーンかな。いや、これはわからんわ。あ、なんとかでも、なるほど。100ゴールドが、マックスなんだ。最後のメロンはマジで見えんかった。適当だわ。あれ誰が見えてんねんっていう。オッケー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 、並んでるね。あ、じじちわわっち。これは、お小遣いもらうんだよな。30ずつでももらわないよりはマシだからな。ちょっと賢くなってるばかり、ちょっとポイントがおろそかになってるんじゃないか。いや、マジ、デルメ強すぎるなぁ。もう優勝候補じゃんね。ミニゲームマス。なにこれ？握手？知らねぇ。知らねぇ。いや、もう、上がらんでいいわ、お前は。いや、もう、824とかもう倍くらい近くあるからな。誰がお前あいつ止められんねんっていう。いや、これ、もう一回この豆タウンがさ、会場だったらな。
いや、うんち集めも超気になんだけどさ。ちょっとやらしてって感じだわ。よし、投票までもう少しだ。おっと。パラ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 。うわー、商品。え、なにこの親父っちのこれ。え、めっちゃ気にならない。ちょっと、もう俺はもう、行くわ、これ。最悪のマスってこと。あ、友達か。友達だ。今日も酔っ払ってるみたい。話し相手になってあげたよ。お話が全然終わらないよう一日休んじゃおう。最悪なんだけど。え、次休むってこと？このターン休むってこと？それならいいけどな。酔っ払いいいことねえな、マジで。何言ってっかわかんないし、もう最悪。友達に会ったようじゃねえんだよな。なるほどね。もう気になって行かなきゃよかった。興味本位で行って失敗してますじゃん。ショップマス。あ、これな。気になるね。地域密着型。マジでお前この世を取ろうとしてやがる。大統領になる。大統領に一番近い男。894。もう1000行くんですけどね、これね。いや、一回のゴールで差が500、300ぐらいでよかったんじゃない？イベントマスも確定で上がるわけじゃないからね。こうやってなんか、踏んだり蹴ったりのやつもあるわけだから。さあ、もう少しで一回休みえぐ。もう何がえぐいってさ、お金ゲームも発生しないし、次のターン一回休みだし、までしかないな。あ。ござる村だっけ？なんだっけ？おー、なんか知らんけどイベントバス。暗号だっけ？暗号のヒントらしきものを見つけたよ。選挙手帳にメモしておこうね。ああ、なるほど。自分にしかわからないようにってことか。そりゃそうだ。おい、着実にこの街からみんな出てってんだけど。まあ、そうは言っても投票まであと2日だからな。何ができるわけでもねえだろ。え、何？はあ？なんだこれ。何してらっしゃんのこの人。え、何やってんのこれ。あ、なるほど。中間で止まるとそういうことができんの。なんかもう余裕の感じ来てるね。焦りがない。もう俺は焦りまくってる。もう一回休んじゃってっから。お、何？明日はいよいよ、ああ。人気を集めて当選するのはどの候補者ナビ？でも最終的にさ、一番、ねえ、あれが、ポイントが高いやつが優勝だったらもう、圧倒的なやつがいるんだよね。いやもう下行くべ。え、待て。このターンでもうやることないね。もう上行こう。まあ、どうせ無理だし。ござる村は。それならここでちょっと貢献して、ポイント貯めた方がいいんじゃない？あ、また。もう喧嘩の仲裁役だわ。子供の喧嘩仲裁人だわ。必殺仕事人みたいなさ。子供の喧嘩仲裁人です。
どうも。1。まあでも暗号なんだよね。あ、なるほど。丸四角三角それぞれ暗号があって、でも数字がなんか書かれてんのかな？それを入力することによって、なんか扉が開くってことか。わかんないけど。えらいところにあれだな。スポットを置いちゃったね。みんな待ちいてる。イベントマス。暗号を見つけたよ。選挙手帳にメモしておこう。いやー、この日、なんの稼働もないな、こいつら。1、さっきから1じゃない？お前も運が悪いな。まあ、豆っちここの生まれだろうし。豆ブロックがなりすぎて大変、収穫を手伝ったよ。お礼に70ゴールドをもらったよ。人気者40ポイント上がったよ。やったね。お金ももらえて好感度も上がる。めちゃうまなんだよね。いや、このお金貯めてショップでいろいろ買ってみたいな感じか。いや、なんかもう目に見えてるこの投票。プラスアルファあるならね。選挙速報。今日は待ちに待った投票日。たまごち一世のみんなが選挙だるまちに大集合なび。誰が当選するかとっても楽しみなびね。さて、早くも結果が出たみたいなびよ。見事当選したのは、この子ほど、この候補者なび。うん、まあ当然だよね。そりゃね。あんだけ大差だもんね。何の驚きもねえんだ、ねえなびね。チパチ候補には当選した証として、お料理大臣のエンブレムが贈られるナビよ。チパチ候補おめでとうナビ。これで終わりだよな。緊急ニュース、パンパカパーン、選挙終了、ついにピカピカ大統領が決定したナビ。今回選挙に立候補した人の中で、最も大統領にふさわしかったのは、クチパッチ。まあ、そりゃそうだよな。おめでとうナビー。クチパッチには大統領しかもらえない、ピカピカ大統領エンブレムが贈呈されるナビー。いよ、大統領。選挙一回でこれ？えぐいな、おい。まあまあまあ、みんな喜んでるからいっか。これがすべてだわ。あ、でも2着にはついてたのか。やっぱポイントが。なるほど、もうさ、そのスゴロクロのミニゲームやら何やらしてる間に、ポイント集めないとマジで決まっちゃうってことか。なんか、大逆転。みたいな、ないんだ。じゃあもう、ほんまにあれだな。選挙行ったら勝ちみたいなとこあるな。これターンがもうちょっと長かったら、わかんないんだよね。何回も、何、後方回すみたいな、とこに止まって、何回でも演説して、こう、引き離せたり、まあ、追いついたり、まあ、できるわけだ。ああ。まあまあ、2着。悪くねえだろ。あ、終わった。なるほど。いやー、まあ、ちょっとやるなら2回で満足。いや、もう、ちょっとやるなら3回のがいいのかな。ほんと短くやりたいな、2回。でも2回じゃちょっとでもあんまりいいかもしんない。10回ぐらいとか、50は死ぬ。50は人が死ぬ。想定時間みたいな25時間で書いてあったから、さすがに、人が亡くなる。いやー、まあでも楽しかったな。その DS でやってる、ね、ゲームとはまた違った感じで。
ちょっともうお前何髪生やしとんねんお前。当選したからね、もう大統領だ、大統領だからもう何も文句言えねえな。でもなりちょっと見たかったね、俺のキャラクターのね使ってたの。あんな髪生やすのかな、その大統領になるたびにそのあの髪の毛カツラみたいなかぶらされるんだったらちょっと嫌だな。それだったら大統領にならなくてもいいなみたいなところもあるけどね。そっか。まあでも今回は一ステージだけだったからね、ほとんど。他のステージもちょっと見たかったけど、まあ、行く機会がなかったから、まあ、仕方ねえのかなっていう感じはしますね。いや、どんな、もういいよ、大統領は。せめて脇に俺らをさ、入れとくとかしてくれたらよかったのに、これ。頑張ってきたんだから。慣れなかったら慣れなかったなりのなんか配慮があってもよかったんじゃないか。そう思うのは俺だけだろうか。さあ、ということで今回ね、ここまでにしたいなというふうに思います。たまごちのピカピカ大統領。まあ、Wii のゲームなんですけども、まあ、スゴロクゲームみたいな感じで、まあ、たまごちのスゴロクゲームみたいな感じで、ね、楽しかったなと。まあ、2回、まあ、3回、5回ぐらいがちょうどいいのかな。ちょうど遊べるんじゃないかなと思います。まあ、最大50回まであるんですけども、ま、さすがにそれは狂気すぎるので、まあ、やるなら、自己責任。ということで、もしね、皆さんもね、よかったら、プレイしてみてください。ということで、チャンネル登録と高評価お願いします。それじゃ。